はい、皆さんこんにちは。今日は、ポジネガチャンネルの時間なんですね、で、実は映画見てきまして、はい、それで、映画見ただけのことなんで、なんてことないんだけど、その時にね、受けたサービスだとか、良かったこと、困ったことなんかをくれて、ポジネガで話したいと思うんですよ、ね。見た映画は、映画の時にまたやりますけど、ゴジラ VS コングです、で、映画の内容はね、映画のね、時間に譲りますけど、とにかく上野の東宝、シネマで見たんだけど、当然入り口でね、マスクの着用お願いできますかって言われたの。ところがね、やっぱりね、その映画館の対応が良くて、僕らがね、障害の関係上でマスクできないんですと、厚生労働省とか言ったら、理解しました、すぐね、言って、それで、社員で、従業員で共有しますって言ってくれたの。みんな伝えてきましたってことだよね。これはすごいなと思った。本当にね。ある有名なね、静岡の、こういうこと言ってあれけど、富士宮の、イオンモールの映画館では、イオンシネマね、で、僕がもう要するにマスクがね、しないでそう言ったら、マスクしろっつってね、5秒で、もう、荒げて。マスクしろって言うんだよ。しないって言ったんだけど、だから、結局ね、なんだろうな、やっぱお互いがちゃんとまともに話してるのに、マスクしろがないわけですから。ないよね。そう。それでね、今日のとこなんかはちゃんとしっかりとね、その後に共有しましたよ。これすごいじゃん。本当にすごいな。やっぱりね、何が大事かってこと分かんなきゃいけないね。するしないとかそういう問題じゃないの。やっぱりちゃんとした人間として、礼儀の正しいね、言葉遣いができるかどうか。ね、僕はそういうの問題にしちゃうからみんなね、一番上読んだりさ、もっと会社の本体読んだりとか、厚生労働省全部読んで、そいつの職業を奪ってもいいと思っちゃうんだよ、時間になっちゃったらポジネガチャンネル、そんな感じでね、やっぱ思いました、今日は良かった、でその後なんだろう、車椅子のね席までね送ってくれて、押してくれなかったけど送ってくれたね、すごくいい感じでしたね、こういうところはね、いいと思う。そうですね、映画館としてまたリピートしたいなと思っちゃいました。そうね、映画の方はまあ置いといてね、悪いわけじゃないんだよ、だけどいろいろと難しい問題があったってことでね、それでもう一つあったのはね、その後ね、夜で何か食べようってことで、焼肉屋が入ったんだ、で焼肉屋がちゃんと24時までやってるって焼肉屋で、24時までいないけどね、安心してゆっくり食えるじゃん、ね、その時にね、俺はカルビクッパ、安藤君はカルビスープ頼んで、ネギ抜きでお願いしたんだよね、完璧にネギ入ってた、何にも抜いてない、それで呼びつけてね、さっき言ったと思うんだけど、ネギ抜きって言ったと、でアレルギーがあるからどうのこうったら、その困った何人か分かんない、日本語のうまい、外国人系の人がしばらく躊躇して、分かりました、ちょっと行ってきますって言って、厨房に行ってくれてみたいなんだね、あれはね、なかなかね、しっかりしてたね、だって何も言わなければさ、柳田さんのやつだけ下げられた可能性あるのに、両方ねちゃんと注文聞いてた人だから、僕の分もやってくれたのね、確信犯なんだろうな、だから多分あれ厨房の人のミスだと思うよ、そうだね、で怒られたらかわいそうだけど、そうね、ちょっと悪く、でもちゃんとやってくれました、あれは嬉しいね、だからね、人ってね、面白いもんなんだよね、自分の意思だけ通してさ、俺は間違ってるなんて言っちゃったら、揉め事がね、絶えないんだけど、吉根みたいに逆言いしたらこっちも怒るよって話、最低だな、吉根はね、本当ね、古い話になるけど、だから、ネギやったら、この最初から入ってから抜けねえとかさ、だったら頼まないんだよ、俺たちは、違うもん頼むんだよ、ああいうところね、もうちゃんとしてほしいなと思いました、それでね、夜ね、とにかく雨も降らなかったんで、安心して電車でね、動いてます、これも大事です、雨もね。天気予報もね、外れたら謝れ。そんなことはねえか。天気予報は晴れずいい方に当ててくれるからいいけどね。そんなわけでね、なんといっても明日は、選挙なんですね。その前にこうやってやってます。人間ね、生きてる限りは何かしなきゃいけない。選挙は日本のため、我々のため、ね、やりたいと思いますね。選挙権を持ってない人とか、いけない人のことを考えたら、一生懸命行こうと。だから、そういうことも踏まえてね。明日は安藤君がまず自分の選挙行って、その後俺が選挙行くと、すごいですよ、ね、夜はおそらく選挙速報を見るんでしょう、でその翌日は、なんと静岡ですよ、選挙結果と大谷と藤井聡太が持って、でも明日は久
久しぶりに、ね、両国の方にちょっと行けるから、懐かしのお店もね。楽しみだな、それも行ってみたいね、本当に。どこでもいいから行ってみたい。ね、うん。あと関係ないんだけど、ポジネガタ関係ないんだけど、はい、みんなそうめんって好きかなってのね。うん、俺そうめん大好きなんだ。うん、で、あの、冷麦とそうめんってあるじゃない。うん、で、冷麦の方が太いんだよね。そうですね。うん、それで、そうめんの方が細いと。俺はそうめんが好きです。うん、そうめん食いたい。で、そうめんってそうめん屋さんがないじゃん。ないですね。ってことは蕎麦屋かなって言うんでね、ちょっと、ね、悩んだんだけど。どうやって食うんだろうね、外食で。いやー、そうめん食いたいなーって、いい方がいてでも何でもいいから。出てくるしかイメージないんだけど。うん、やっぱりそうめんはね、楽しいよ。うん、最近大組番組3つが全員そうめんだったの。うん、ね、草薙さくらと、ロシアン佐藤と、あと、マーク鈴木。みんなそうめんかよって。言いたくないそれさ。ね。ね。もう猫動画と鳥動画と、最近カラスまで入っちゃったからさ、犬動画もあるけどね。まあ、とにもかくにもですね、みんなね、健全に生きていこう。健全に生活をしよう。ね、楽しく生きていきたい。そう、それが大事です。うん、ということで、明日は楽しく選挙行ってきます。はい。で、そこまでやるんでね、うん、楽しみして。はい。今日はそんな形で、はい、歩きっていうかね、車椅子に乗りながら、はい、ラジオを飾ってます。はい。後でこれ、安藤君にエアドロップして、あげてもらうと。はい。ね、お風呂も入んなきゃいけない。はい、やるべきこといっぱいあります。はい、ね。明日は選挙だから、綺麗な体で選挙に行きたい。ね。まあ、それも含めて、あさってはね、静岡ですからね。はぁ、ね。荷物もなんとかしないと。そうなんだよ。ちょっとずつだよね。そうですね。うん、大変。まあ、なかなか大変ですよ、外歩きも。雨が降らないのが救いですけどね。今日は本当よかったね。本当ね。うん、ずっと雨の予報だったのに、まさか、ね。明日は結局どうなの？まだ消えてないの？消えたの？今のところは雨の予報なんだけれども、うん、ただその、雨がこう、後ろにずれていってるんですよ、どんどん。ね、もしかしたら、うん、もしかするかもって感じですよね。嬉しいね。そうなったらすごくありがたい。ありがたい。雨はね、やっぱりね、移動に辛いです。特に車椅子はね、うん、まあね、足が良くなったと言ったってまだ歩けるわけじゃないね、うん、歩けって歩けど、転んだら怖くてさ、うん、何度も転んでおかしくしてるから、うんうん、最初はだって転んだことから始まってるから ね、うん、やっぱそれは良くないですよ。早くなんとかね、やっぱり回復してほしいけど、うん、筋トレやりすぎてケツが痛くなっちゃって、うん、しょうがないから足の筋トレやって腕の筋トレやってるっていうね、カートフット頑張ってます。休むのもトレーニングですからね。そうそうそう。だから大変なんだよ本当にね。うん、まあゴジラも見たし、うん、ね、ラジオもこれでアップできて、明日はユージマンジャックだよ。ラジオマン。ラジオマンジャック。ラジオマンジャックじゃないです。ラジオマンです。はい。ね、映画も見たから映画の話もかけないんでね。うん、魔法の瞬間ね。いや、そんなことも踏まえて。うん、はい。もうちょいだ。そうですね。見えてきたゴールが。ええ。はい。いやー、あと2分。ラジオも2分。はい。はい、あと2分。とにかく焼き肉。でも、うん、今日ほら、映画見終わって、うん、上野のね、アメ横界隈で飲んだわけだけど。うん、そうそうそう。あっちの勢いなかなか良かったよね。いやー、やっぱり12時までやってますとかさ、うん、もう。終わったのがやっぱりね、20時過ぎてるから。2時半だって思うね。閉まってたっておかしくないわけよ。そう。それはこうやってちゃんとやってるのがね、うん、あ、活気があるなと思って嬉しくなりました。じゃないとデリバリーでさ、ねえ、弥生県になっちゃうとかだったら危なかったよ。でも今はまだ弥生県がデリバリーでも8時過ぎでもね、うん、やっててくれからまだいいよね。うん、一時ひどいのはもう何にもなかったんだよ、コンビニしか。本当になかった。うん、コンビニが嫌で動いてるね、コンビニ行かないとさ、もうがっかりしちゃってどうしようもない。ねえ、もう本当。少しずつやっぱ世の中がね、元に戻ろうとしてるっていうのはちょっと感じますけど。そうそうそう。それでね、うん、なんか、まあ、まだ早いとか、まあ、バカみたいな順じゃないってよ。やつらがいるってのは、それはもう有識問題ですよ。安藤がどれだけ頑張って車走行してくれて、ね、本当、俺がそのために死にそうになったらごめんね、関係ないけど、ネタですから、これも。いやでもね、安藤君が関係ないことがすごいことね、ポジティブがね、はい、安藤君は目が悪いと、ところが見ないでも運転ができる。これはすごい、うん、本当に見てないんだよ、うん、いいかそれで、うん、いいんだよということでね、あ、見えてきました。あ、はい、本当ね、もうちょいです。もうちょっと頑張ろう、はい、ということで、はい、お風呂も入ります。そうですね。エアドロップもします、はい、ということで、またね、深夜かな。